西村さん、まあ、川崎球場、まあ、いい思い出、懐かしい思い出もたくさん、はい、終わりだということですが、まあ、いろいろあれですね、川崎球場は例えばこうチンプレー、コープレーだとか、はい、出てくる率も高いですけれども、スタンドのあたりは何かこう気になるっていうことはありますか？まず一番お客さんが入ってない、だからいろんなことをいろんなところでやってる、特に外野スタンドあたりはね、やっぱこう、はい、いろんなことあって、まあ、ゲーム中だからそこは、はい、あんまりこう集中して見ることはできないんですけども、おっしゃるようによくあのチンプレーとかでその映像というのは、あれだけ少ないとね、やっぱりね、はい、土日っていうのはデーゲームじゃないですか、はい、で球場の三塁側っていうのはあの競輪場なんですよ、外が競輪場なんですよ。だいたい3時ぐらいかな、はい、もうパッとこう三塁側見たら誰も野球なんか見てないですよ、もう競輪場ばっかりこう見てるよ。でも野球背中向けてますもんね、お客さんが、うん、球場の外でこうやって見てるんですよ、そうそうそう、バンク見えるんですか？あ、見えます、あのレフトの上から見えるので。何しにいらしたんですか？いや、ね、だから大体3時ぐらいじゃなかったかなっていう、3時から3時半ぐらい、うん、それぐらいね、はい、うん、どういう気持ちになるんですか、こうプロ野球やってるよっていう。いや、そう思うんですけども、はい、まあ、大体がこうお客さんも入ってないし、うん、まあ、しょうがないのかなと思いますよね。あ、そうですか。野球見てるよりはそっちの方が楽しいのかなっていう。あ、でも一つ嫌だったのは、はい、その競輪が終わって、はい、帰る時間と僕らの時間が重なるのが一番嫌だったんです。もう車出れないですよ、外に。ずっと待っとかないといけないです。だから自分らはわ、釣れなかった。その頃は車なかったので、うんうん、川崎駅まで歩きです、うん、電車で行ってたので。あ、そうなんですね。そうすると、その勝者と敗者がこういうふうに一緒に歩いてくるんですよ、うんうん、駅の方に。プロ野球選手が乗ってるんですか？はい、ですからもう川崎まで15分ぐらいですね、はい、歩いたらね。そこでファンの方に声かけられたりとかってことは？あ、そしたらもう普通にあります。やっぱりこう見に来られた方が、うん、まあ、なんであれ打てねえんだよとか、直接も、ね、来て損したとか、うわ、それを駅に向かっている間中ずっと後ろから言われるんですよ。そうです、ね、それから僕は免許取ろうって決心しました。はい、そうか、免許なかったんか。はい、持ってなかったです、うんうんうん、今ではちょっと考えられないですけれどもね、今はもうどこの球場もその動線がしっかりしててって言われるじゃないですか、選手の動きとか、はい、でその頃はもうやっぱほとんどの球場で、球場出たらこうお客さんと一緒になるっていうところは多かったですね。そうですか。だからこう隠れて、あ、今いないなという隙を見計らってってのありますよ ね、 ね、球場からモンデルまでダッシュしたこともありますね、やっぱり、うん、見つからないように、はい、捕まらないように。橋島さん、川崎球場一番の思い出というと？すごい近いんですよ、もうフェンスの、はい、もうすぐそこにもうお客さんがいるので、はい、そういう点ではあの温かい声援をいただいている時はすごい、はい、いいなと思いますし、そうですね、いろんな声援を、ね、はい、いただけるわけですもんね。ただお客さんがいないので、はい、言われることがダイレクトで聞こえてくるっていうのも、はい、かき消されない、消されないですよね。ライトポールとレフトポールギアで会話できるぐらいですから、当時会話とか聞いてましたからね。それぐらいいなかったですし、でも応援団の方々のそのすごい声援はもう近くで聞こえたので良かったですね、当時は、うん、ね、あの今みたいにあの鳴り物というかそれが少なかったよね、トランペットとかも少なかったし、はい、内野にいましたから、うん、応援団が、うん、はい、外野じゃなかったですもんね、うん、ライトはもうほとんど内野入れないので、お客さんが、なるほど、客席があんまりないので、うん、ライトは、はい、だからじゃあこう、うん、真横から浴びるような、そうですね、はい、だから応援団の人たちのいろんなこう、ね、はい、例えば相手チームや自由じゃないですか、はい、結構やっぱ面白いものがあったよね、面白かったですね、うん、面白かったですよ、はい、その内容がですか、もう言ってることが、そ、ね、その球場球場によってやっぱ違うので、うん、そうそう、タイプが違うということ、そうですね、いろんなことを言ってくる部分があるので、なんでそんなこと知ってるんだろうっていうぐらいのことも言われたり、なんかこう選手のプライベートだったり、もう平気で言ってましたからね、当時、ね、昨日どこどこで見たぞとか、はったりではない、うん、確かにっていうね。どこで見てたんだろう、ちょっと気が気ではないですね。それぐらいね、もう聞こえたもんね、はい、でね、だから本当こう、うん、今とは全然違うんですけども、うん、その当時はいい時代だったのかなっていうのはあるよね、うん、そういうところでこうやれたっていう、うん、はい、はい、そうですね、そこでプレーされていたわけですもんね、川崎球場のね、その上戸城あったやんか、はい、であそこにいつも室内の方の、うん、行ってない、はい、そしたらいつもそこに有藤さんって、ね、
そしたらそこでゆっくりしてる場合じゃないわけよ、はい、うわ来てると思ったらもう一生懸命植えてあるんだよ、はい、歴史は繰り返されますよね。歴史は繰り返される、はい、いやそんなあったかなお前本当にお前がこんななってる姿なんか見たことないんだけども。後輩の方が覚えてる、まあ、まあそうでしょうね、っていうところありますよね、はい、当時はいると一番若いからなんかいろんなことやっぱり頼まれるじゃないですか、あれ買ってきてとかいろんなこと言われるんで、結局はいれば頼まれるし、いないとどこ行ってたって言われるじゃないですか。まあどこ行ったらなんでいないやみたいな感じでね。でもその頼まれ事って例えばどんなものなんですか。いやタバコ買ってきてくれとか、あのジュース買ってきてくれとか、ラーメン頼んできてくれとか。頼んできてくれ、はい、頼むのもラーメンが外あったんですね、はい、結構他の球団からも好評で、はいはい、で僕らもたまに頼んでたの、川崎名物みたいな、はい、それを頼まれるわけですよ、うん、でこうやって持ってきた持ってくるんですよ、はい、連絡するだけではなくじゃなくて、あ当時そんな電話なんてないですから注文も直に言いに行かないと無理じゃないですか。携帯あるわけじゃないですし、です、ね、別に内線でつながってるわけじゃないですし、はい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 、でもそこにお客さんもいるんですよ。そうです。お客さんと一緒に並んでるわけですよ。いやでもそれだけ、うん、そんなに注目はされてないというか、まだ新人2年目ですから。でもその選手だっていうのは分かるわけですよね。ね、ジャージ着てるんで、あれがユニフォームだったらそれはダメですけど、うんうん、一応ジャージなんで、うんうん、まあ、野球好きのお兄ちゃんが見に来たのかな、ね、みたいな感じで見られるじゃないですか、はいはいはい、みんなユニフォームの上にジャージ着て買いに行ってた ね、うん、球団が出すというか、ね、そこの食事も結構ね、あのうどんそばも美味しかったし、はい、で金田さんとかはもう食事に結構こ うるさいとこあったんで、金田さんが2回目の監督になってからやったら量がいろんなものが多くなったじゃないですか、はい、ね、それでもやっぱりたまにラーメン食べたいなっていうところになるんですよ。量が多くなったというのはいろいろなこういろんな種類だとか。そうですね、うん、食べることは本当にうるさかったですから、ね、うるさいって言ったらいけないですね、うん、あのよく指導していただいたので、その前からやっぱり自分でお金出していいもの食えっていうふうには言われてたから ね、はいはい、ね、いいものを体にこういいものを食べろっていう、うん、金田さんで自分にお金をかけろっていうのは教わりましたね、うん、やっぱり。そうですか、はい、それは、まあ、あの食べ物もしっかり、はい、他にもだからもうこれなんか絶対ダメですよ。ああ、うん、タバコは絶対ダメです。あでも その時吸ってたかな。あ吸ってました吸ってました。でも吸ってたけど、はい、監督の前とかでやっぱ吸わなかったですからね。金田さんの時はもうみんな隠れて、うんうん、はい、っていう感じでした ね、うんね、まあ、じゃあそれは監督さんの意向でっていうことですよね。金田監督は、まあ、金田さん自体がもうタバコダメなので、うんうん、あなるほど、はい、キャンプとかすごかったですよ、食べるものっていうのは。例えばどういうものですか。当時はでもやっぱ鍋が多かったっていうか、うんうんうん、鍋は確かにキャンプの時は多かったね。ただそのキャンプも初日の最初の夜の食事会場に座ったら1ヶ月そこなんですよ、はい、あもう場所で大体4人掛けが1つのテーブルで、まあある程度仲のいい4人で固まったりとかするじゃないですか、はい、そうなると大体いる間は同じ席に座るような感じで、大体そこで決まるような感じだったよね、はい、でそうするとやっぱ鍋がセットされてたりとか、はい、っていうのでもう食事はやっぱすごいんですよ。プロ野球のキャンプは鍋は定番なんですか。いや他のチームはどうかわからないんですけどね、はい、ロッテの場合はもうほとんど毎日鍋は必ずあるっていうような感じだったよね、はい、それでその会場の周りにあのバイキングみたいなものでまあさらに持ってきてっていうような。それで金田さんが必ず食事会場の出入り口に座ってるんですよ。だから選手たちがもうどれだけ食べてるとかっていうのはやっぱ常にチェックをされてて、で早く帰ろうするともう終わりかみたいな感じで、まだこれからですってまたこうやって U ターンして戻るとか、食べることに関してはもう本当に厳しかったですね、うん、ね、量も取れっていうことなんですか。そうですね、はい、でも絶対やっぱ量は食べなきゃダメなんで、プラスいいものを食べろという中でもう常に食べろ食べろ食べろって言われるわけですよ。であるオープン戦 の、はい、あのウォーミングアップの時に、はい、まあ、金田さんがライトポールギアのところにいたんですよ。で自分らこう行った時に、おー初だっ、今日も朝いっぱい食べたからって、はい食べましたバカ野郎って言われて、試合の前に何でそんな食べてんだって、いやいやいや、どうしたらいいんだって、ね、
そういうのも本当に面白い話ですよね。プロ野球でもあるんですね、まあ、高校野球がみんな、ね、ご飯どのくらい食べなさいとかっていうのはあるかもしれませんが、食べれないと体力つかないです。あ、そうですよね。何鍋だったんですかね。いや、その時によっていろんなこう種類が変わるっていう感じですよね。でも当時はまあ確かに夜間練習もあったんですけど、その食事会場入るところにポリバケツにビールが埋まってるんですよ。ビール、はい、はい、もうあの氷が入っててもうビールがこうバーって入ってて、ね、それを持って自分の席行くんですよ。じゃあ、 あのお酒というか、まあ、ビール OK だったんですね。全然ないです。でもその後夜間練習あるんであんまり飲めないんですよね。そうですね、はい、その夜間練習終わった後はまた、いや、ないです。あ、もうないんですね、はい、あとは自分で用意しないとないですよね。なるほど、夕食の時間帯に。羨ましかったのはキャンプの時になると西村さんの部屋の前に缶ビールの箱が山積みになってるんですよ。どういうことですか。あの西村さんは現役の時に常に同じ部屋なんですよ、はい、でそこの壁のとこにドゥラーってもう積んであるんです。お、それもご自身で。ねえ、自分では買わないですよ、はい、差し入れです。ファンの方、まあ、鹿児島鉄道で4年間やってたし、はいはい、だから結構の知り合いとかたくさんいるんで、そういう人たちが差し入れしてくれるんですよ、でもそれをこう分けてあげたりとか。なるほど、はい、だから若い時はこうやってこう見に行った時あります、はいはい、どれぐらい積んでるんだろうって。本当ですね、はい、もう本当に下から上までですよ。これぐらい飲めないとプロ野球でやっていけないんだって僕は思いました。違う違う違う、全部一人で飲むんじゃない。みんなで飲む、はい、だからそういうのはやっぱり自分で あんまり買うことなかったんで、すごく助かりましたよね。そうですね、キャンプの名物ってやっぱ、まあ、そうですね、それも一つのですよね。そういうのあった。キャンプ中はまあそんなに飲めないっていうことですか、そのまあお休みの前日。まあそんなにっていうか、ね、次の日が休みのとやっぱり練習があるっていう時の量は確かにやっぱり違うでしょうけどね。でもやっぱりこの夜間練習も終わって寝るまでのちょこっとこう飲むっていうところは、うんうんうん、なんかこう気分転換というかね、すごく良かったね、はい、ね、そこは。先ほどその、まあ、金田監督の名前も出ましたが、これまでのこう歴代の監督で、まあ、思い出に残っているという監督、うん、思い出に残っている、僕は大体10人ぐらいの監督に仕えてあったんですけれども、はいはい、やっぱりそれぞれですよね、やっぱり、うんうん、はい、でまあ、自分が監督になった時にやっぱりそれぞれのこのいいとこっていうのはできるだけ同じようなことをやるとかっていうふうにはやりましたけれども、うんうん、いろいろいらっしゃいます。ピッチャー出身の監督なのか、はい、野手出身なのか、野手でもやっぱり、ね、内野手なのか外野手なのかっていう、どういうタイプの選手だったかっていうのは、これはもう、ね、当然いろんなこう違いがあるんじゃないかなと思いますけどね。あの八木沢総六さん、まあ、この OB クラブの現理事長でいらっしゃいますが、はい、どんな監督さんでしたか。なんかこうゴルフに例えていろいろ教えてもらうっていうのは結構ありますよね。お好きなんですか。いや、うまいです。うまいっていう、はい、それはあったんで、だからゴルフに例えてなこうやろうみたいな感じはあったよ、はい、うん、それは言われたことあります、うん、はい、ね、でもこっちゴルフ下手、当時は下手ですから、うんうんうん、言われてもピンとこないというか、うん、はい、やっぱこのいろんなクラブとかバットの使い方が似てるって。でも八木沢さんピッチャーだったんだけどね、まあ、そういうところですよね。だから僕はもうそこのゴルフに例えてっていうところは意外とこう理解できた方かなというかね、しっくりくる、しっくりくるっていうか、それを実際こう野球で生かすことができなかったからしっくりは来なかったんですよね。怒られますよ。怒られますよ、理事長に怒られます。でもまあいろいろなその指導の仕方というか、まあ、例え方っていうのもありますね、はい、それぞれですよね。初島さん印象に残ってらっしゃる監督さん。あ、でも言われたのがどちらかというと西武でコーチをやっていた方というイメージの方がやっぱ強かったわけですよ、はい、それでこう一緒にやることになった時に言われたのが、はい、初なって、お前初球振ったら2球目絶対振らねえからなって、もう西武ではそれ出てるから最初にストライク取ったら2球目ど真ん中に投げろって言ってたよって。それを当時言われた時に最初何言ってんだろうと思って、でなんか意識してたら本当にこう初球まあ振ってファールとか空振りするじゃないですか。で次ストライク来たら僕振らないんですよ。それもデータで出てたという、それを言われた時に
あ、自分らそんなこと何にも考えたことなかったなと思って それを八木澤さんに言われて、ちょっとそのデータっていうものを意識しだしたっていうのはありますよね。なるほど。そういったものを取り入れられた監督でもあったというか、まあ、個人的にはやっぱりそうやっていろいろこうね教えてもらったっていうのはあるんじゃないですかね。今もこの情報っていうすごいことになってますけど、当時はやっぱまだそこまでこうあったんですけど、そこまで真剣じゃなかったっていうのはあったかもしれないですね。それでもこう意識するようになられて変わりましたか？いや、そしたら余計手出ないんですよ振らなきゃ振らなきゃと思うぐらい今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一社だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。